何も生み出さない。じゃあなんで侍ってのが生きたんだと思う。世に生き様を示すため。そうだ、人ってものが力や物量じゃなく魂ってもんで立ってんだってな。後らは行け。後輩ね、生死を分かつせんってな。きっとこの線を越えな。力を出させる男、やつの主徳川家康、倒してみたくならないかい。はい。お二人さん、待たせたね。状況は最悪。敵は天下に一番近い男の一人、徳川家康。で、これがこの城の息子、真田幸村。未来の天下人と戦おうって肝の据わった男さ。父へようこそ。激しき戦、望むところよ。私は戦が大嫌いだ。だが、戦は戦わねばならぬ。面白なやつだ。これが直江兼綱。この絶望的な戦に上杉から好き好んで援軍に来た面白な御仁さ。お二人は。俺は雑賀孫一、困ってるやつと女性の味方だ。こっちのは訳ありで身分は明かせないが、政宗って呼んでくれ。こんな戦に来るとは。バカだが臆病者ではないらしいな。バカではないわ、バカめ。俺は戦に前田刑事、あんたらにバカさじゃ負けてねえ。さーて、クサクサした気分をぶっ飛ばすにはうってつけの無謀な戦、バカども5人でひっくり返そうか。これはなでしこの花。覚えてる？なでしこの花を守るため父が馬を投げ飛ばしたこと。雪村の除名は父が必ず。真田雪村の命お許しくださりますよ。しからずば。殿との一戦すら辞さぬ所存。雪村は許すべきでしょう。天下のために。いずれ豊臣という火種を消さねばならぬ。雪村はその役に立つ。それとも雪村にはその気概も器もないと。雪村は
生き様をこの国に刻むために生まれてきたモノノフ。我らの浅はかな思惑など超えて槍を取るでしょう。まことに残念なことながら。だからどうか生きて、雪村。姉上はお強い。まっすぐに前だけを見ておられる。そんな、私は戦うのに精一杯なだけ。自分がモノノフだということは乱世の中で確かなのはそれだけだから。それが一番大切なのだと思います。私を止めてくださったのが姉上でよかった。殿下、あなたこそ日の本一の強者と褒めそやしています。モノノフの意地は立ちました。もはや死ぬには及びません。どうか。どうぞお健やかに、姉上。ここに徳川幕府のもと天下は統一された。戦国の世は終わった。